テラシーの会と学科の会で行動しております。上智大学の中野と申します。今日もまた雨が降ってきました。私もそうですが、皆さんの多くも一体今年何度目この雨の下ここに集まってるんだろうというふうにお考えじゃないでしょうか。ゆっくり休みください。肌寒かった時から始まって、夏のすごく暑かった時もあって、急に秋が来たようになって、今まだしつこくまだ廃案にせず無理筋の法案を通そうとしている、政府があります。しかし私たちはまたここに集まってきました。なんだか夏があっという間に過ぎちゃったなという気もしないでもないんですけれども、まあ、いいことが全くなかったわけでもないなと思うのは、すごくたくさん大好きな仲間友達ができました。ここに来て歩いてるだけで温かい声をかけてくださる方がいたり、本当になんか多くの方とつながることができて、まあ、そういう意味では良かったかなってことも思わないでもありません。で、先ほどまで参議院議員幹会の前の方で、立憲デモクラシーの会としてリレートークというのをやっておりました。本来はもともとある会場を借りてやるはずだったんですが、この段階になって屋内に入るのはまずいだろうと、皆さんのところに出かけていかなければいけないということで、各方面に迷惑をかけながらようやく決行することができました。劣悪な状況の中でも本当に何百人という方が集まってくださって、憲法学者、政治学者、いろんな我々の仲間の訴えを聞いてくれました。それでここに来る途中、まあ、ぐるっと回ってきたんですけれども、ご覧のような感じで警察が非常に、まあ、高圧的な警備を昨日ぐらいから特に行うようになっていて、殺伐としている雰囲気があるなというふうにやっぱり感じます。これだけかまぼこっていうんですか、その装甲車を並べてせめて排気ガスは切ってほしいなというふうに思いますけれども、昨日はこの辺ご覧になった方もいると思いますけど、警察が警官が8列ぐらいですかね、すごい数こう並んでて、Facebook の写真見て誰かが警察もデモやるようになったかって言ってましたけれども、どうですか、こっち来ませんか警察の皆さん。私は申し訳ないけれども、あれ警察のデモっていうよりか、あのシーアンですか、兵馬俑っていうんですかね、あれに見えちゃったんですよね。本当だったら市民の安全を守るはずだった警官たちが独裁者の手先になってしまっている。悲しくないですか。の人たちもこういう運命が待ってるかと思うと本当にいたたまれません。彼らは彼らなりに公務員として専守防衛だと思ってきたら、どこの何の戦争だかわからないところに勝手に変えられると、生かされると、それを憲法を改正さえしないで違憲立法を通じてやろうとしているわけです。先ほど妻からメッセージが来まして、 NHK が空撮してると、警察がいっぱいいるって報道してるそうです。そんなところまでこの国は来ちゃったわけですね。しかしまた同時に来る途中でタクシーの運転手さんにもまたデモやってるみたいですけれども、無駄なんですけどねっていうこと言われました。そういうこと言う人少なくないですよね。この段になってまだデモに来てると呆れてる人もいるみたいなんですけれども、しかしそんなこと言い出したら我々はどうせいつか死ぬのになんで一生懸命生きてるんでしょうね。しかも私たちの場合には市民社会として個々人が集まって行動しているわけですから、私たち一人一人はいずれ死ぬことになるかもしれないけれども、市民社会としてはまだまだ生き続ける、未来を築くために我々は動いているわけです。少なくとも私たちは生きているわけです。兵馬俑の中に入っちゃったりしてないし、議員になってバッジを胸につけられるようになったのは良かったかもしれないけれども、生きてるのにすでに死んでるゾンビみたいな連中ばっかりじゃないですか。昨日奥田君が語りかけたように、個々人として反応したらどうだ。
我々は決して負けない。なぜかといえば我々一人一人が立憲主義となっていて平和主義となっていて民主主義であるからなんです。我々は立ち止めされるかもしれない、涙を飲むかもしれない、うんざりするかもしれない。私も今朝起きるときは正直憂鬱でした。しかし私たちはまだ立ち上がる、そしてここに集まる、仲間に会う、一緒に個々人が集まってこれを跳ねのけていく。フランス革命1回で、アメリカの独立戦争1回で民主主義が実現されたわけではない。我々は今日危機に瀕しているけれども、前に進む、前へ前へと言って必ずやこの平和主義を守り抜こうではありませんか。一緒に最後まで頑張りましょう。